問題。上と下で違うところが3箇所あります。それはどこでしょうか。動いてんなということで正解はこことこことここでした。どうさんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ノラさんのコース、中級者様に送る20秒ハードバージョン、こちらやっていきましょう。クリア率は 0.42% でしたね。そこにピンクコイン了解。ホイして、ホイして、ほー、あー、わかった。ホイホイの、よいしょ、オッケー。んで、なんですかい、いけてるいけてる。こういうことか、こういうことか。大丈夫大丈夫、このままいけばいいと思わない。ピョンして、しっかりバネジャンプ、うぅ、しっかりバネジャンプ。来た来た、来てない。お、いけた、よっしゃー、ようやく来れた。でもまだこの後続くんだよね。そうだよねさあこの後左左左押し引っ張れ、こういうこと違うかな。左から、おいしょ、ほい、届いた、来た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 、違うんだ。届け、いけ、いった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 、あ、いって、いって、いってる、いってる、あれ、いけてる、ほい、よし、いっていったいった、ジャンプ、来たんじゃない来たんじゃない。さあ鍵ドア入って、そんでどうなるどうなる、あ、いや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 、左行ってバネ使ってゴールか。オッケー了解。さあ来た、さあかぶって、で左、よいしょ、オッケーゴール、よっしゃー。おー、タイム更新、え、マジで、やったえ、超嬉しい、ありがとうございます。バーニさんのコース、ストロングホールドオブパワー、こちらやっていきましょう。さてさて、そこにドッスンがいるな。これ登ってって、あ、待って待って、そこ下げる感じかな、もしかして。よいしょ、下げて、もう一丁ここも下げればいいかな。そしたらなんか出てくる、パウが出てきた、ポン、オッケー。これで先に進めると、ちょっと謎解きっぽいコースってことなのかな。どうなんだろう、怖い、ほい、よいしょ、オッケー。でここは下下がって大丈夫。ここは爆発？爆発。うん、踏んで、下からバネが出てきたよと。これで上に行けると。なるほど。オッケーオッケー。さあ、次はそこへジャンプだ！ドーン！さだまさし。よし、いいね。踏んで、ここはこういう感じかな？オッケーオッケーオッケー。ふい。これはバネを避けないといけないね。ほい。へい。届けー。ナイス。さあドア入って、うん、普通に楽しいいいねいいね、よいしょ。なんか謎解きと、おっと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 、両方ある感じ、アクションとか。ほい、なんで今ダメだった。さあ次こそ落ち着いていきましょう。ほい、これでよいしょと、ナイス、いけた。さあドア入って、踏んで踏んで、花ちゃんがいる、そこのパウを取んないといけないのかな。オッケー、よいしょ、んでパウしちゃっていいかな。オッケー。でもう一個右のパウも取ると、よし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 、怖かった。はい、でここ登っていけると、うん、お、いいね、中間があります、ありがとうございます。さてここは上登っちゃって、オッケー、ここにパウ、うえどないして、じゃあ、あー、でも走らないといけないのか。こっからじゃあ走りますよ、よいしょ、走れーっと、こういうことか、面白い。んでこれもしかして右の土管いけるようになってる、ふむふむ。んでパウして、さあ今度はなんだ、今度はなんだ、はい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 、これでピョンしてピョンしていけると、オッケー。いや、うまくパウ使ってんな。待って、これ早く行かないと、早く行かない、早く早く行かないとダメなんじゃない。よっしゃドキッとしたわ。さあここはなんだ、ほい、あ、ほい、あ、ほい、よし、いいぞ。新しい耐久だね。待って、これ左はなんかいけないね。さあ、土管入って。でーれー。ピンクコインが全然集まっていけない。集まってないけど大丈夫かな。噛んじゃったさあ、これは上に上げて。ほう。で、そこにパウができて、道ができたって感じかな。で、土管の中入れるみたいな。そんな感じですね。よしよしよし。さあそんで、よし、新たな中間、なんかボスの予感がする。さあドア入って、
ですよね。ちょ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 、怖い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 。でも慌てなけ、上も注意ね。パウ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 をパウすればいいの？はい、あぶね。あ、このパウ、あ、パウすればいいんだ。よし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 、いいぞいいぞ。もう一個パウ、もう一個パウ。あぶね、あぶね、あぶね、あぶないな。さっきからちょっとギリ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 ジャンになっちゃってる。へい、ほい、あ、バネが出てきた。バッ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 バ。でも1枚だけじゃね？うわー、マジでか。もう2枚がちゃんと隠れてんだな。ちょっと探しに行きましょうか。あ、1枚上見っけた。あそこだ。いや、いいとこに隠してんな。よっしゃ、1枚目ゲット。さあ2枚目はどこだ？ここの土管は入れない。ここの土管は、あー、ここにあんじゃん。見えてなかった。よっしゃ、これで全部見つかったね。オッケー、3枚ゲットですね。これで戻りましょうと。さあ一応パウ持っていきます。無意味かもしれないけど。鍵ドアに入って何があるかな。イエーイ、2アップ。そしてここはなんだ。イエーイ、よしゲット。さあ、あと右はスターゲット。オッケー。さあドア入って戻りましょう、戻りましょう。このままゴールへ超特急選挙でした。ニードルシュリさんのコース、目隠しイライラ棒、こちらやっていきましょう。どんな風に目隠しされてんのかな。さあ行きましょう。上初っ端で死んだ。まあゴールは近いですね。よいしょ。そんでこっから、うわ見えねえな。でもここでちょっと調整して、あー、これでもダメか。今回はクラウンで目隠しされてるんですね。ここら辺でいけるかな。いけたいけたいけた。これで、テレサさんも広がってくる。そう、さっきから地味にテレサさんに当たってんだよな。ちょっとそれが悔しいんだけれども、待ってね。この後、この後行く。よし、急げ急げ急げ。はい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 、よしよしよし。あれ、いけたいけた。あ、よかった。なおやさんのコース、ハリゲー、パン。こちらやっていきましょう。出ました、ハリシリーズ大好き。今回はパンですね。よいしょ、いける。あぶらぶらぶら。ここは届くのかな？届くのか？よいしょ、難しそう。本当にギーなんだろうな。よいしょ、いった。そこ当たるの？んが、んを超えたい。んを超える。よし、いったー。パンを食べたカービィみたいになってんな。アキトさんのコース、バネジャンプするだけのシンプルコース、こちらやっていきましょう。バネジャンするだけの、待って。本当にバネジャンするだけ。ほい、あ、本当にシンプルだった。最初になんかバネがいっぱいあるからちょっとびっくりしちゃったじゃん。おお、なんかイベントコースやってる。新しいの増えてる。マジか、すげえ久々じゃない。ということでやりましょうか。任天堂ワールドチャンピオンシップ2017、アメリカの任天堂スタッフが作ったコースです。任天堂ワールドチャンピオンシップ2017の決勝戦で使われました。やっべ、超久々じゃん、公式の更新。超嬉しい。ということでやっていきましょう。さあ、多分イベントコースなんで、タイムアタック的な感じで やったんでしょうね。うん。早くこれをクリアできた人が勝ちみたいな、そんな感じだと思うけど、さあ、ちょ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 、丸々がいい仕事してるね。さあ、これはツタを出して、落ち着いていけばでもね、ここら辺は大丈夫でしょ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 、怖い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 、OK。さあ、ここも落ち着いて降りていく。でもね、こういうのって焦るとね、本当に手元狂っちゃうからね。よいしょ、 OK。 一発いったよ。さあ、ここはピンクコインを取って、あぶらぶらぶら、取って取って、ほい、
よし、いいんじゃない。さあ、鍵ドアに入りましょう。さあ、上に行く。いいね、なんか公式っぽいね。ここね、間に入る。よしよしよし、中間、中間、ありがとう。いい中間だ。さあ、NWC、うん、任天堂ワールドチャンピオンシップかな。さあ、ここ氷って、大丈夫。あー、びっくりした。滑っていけばいいのかな、どんどん。 OK、 よいしょ。さあ、焦らず焦らず、ここは登る感じで OK。 いいね、いいね。うん、なんか去年かな、去年に行われた時の感じよりなかなか難易度が簡単になってる気がするな。よいしょ、落ち着いて。あー、届かなかった。そう、でもこうやってすぐやり直せるんだよね、それがいいよね。よしょ、オッケー。さあ、これは、あ、いける、ラッキー。そうか、大きいマリオのままだと早く行けますよっていう感じかな。ほうほうほう、なるほど。大きいまま登ってけよと。うん、まあまあ大丈夫でしょう。オッケー、これで。あ、別にこっちから来なくてもよかったか。まあいいや、いけいけ。よし、急いで急いで、頑張って頑張って。わーわーわー、慌てない慌てない。ほい、登る。オッケー、よし、いけたいけた。あー、焦る焦る。さあ、中間だ。待って待って落ち着いて、おいしょ、ポン、ナイス。で、ドア入って、さあ、こっからなんだ、何が待ってると言うんですか。悔しい、一発できたかったな。もう一回ドア入って、さあ行きましょう。ほい、よいしょ。大丈夫、慌てない。いいね。さあ、土管入って、これでゴールですか、もしかして。イエーイ、ってばらった。え、ほっほっほっ、よし、よし、どうすんどうすん。あ、よしで食べて、はい、で、Pドアに入って、これでゴールと。いやー、最後の最後までちょっといい感じに作られてんじゃん。 V、 あ、しなかった。今日のラッキーな人は、家のトイレで芯なしトイレットペーパーを使ってる人ということで、あれすごいですよね。まあエコですし、あと無駄なく使えますしね。本当あれ考えた人すごいなと思うんですけど、まあちょっとね、回しづらいってところはありますけどね、まあ全然許容範囲かなと思います。はい、ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、コードでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。